さて、小学生が香川有数の観光地屋島の活性化を目指します。山上にある新屋島水族館で1年間児童が自ら考え進めてきた PR プロジェクトを実践しました。こんにちは。お時間いただけますか。新屋島水族館は、日本には珍しいアメリカマナティっていうものが6匹中2匹を見たり、可愛い赤ちゃんたちの小学生の見どころです。児童たちが観光地屋島を訪れた人に声をかけます。新屋島水族館が PR プロジェクトの実践の場です。香川大学教育学部附属高松小学校の児童らは水族館の一員として魅力を発信しようと学習を続け、独自のパンフレットも作りました。魅力とかどういう動物がいるかとか、よかったなってところをこうやって書いて、たくさんの人が来てもらえたらいいなって思います。パンフレットに書かれているのは児童たちが目で見て耳で聞いた情報、新屋島水族館をもっと知ってほしいという思いが込められています。新型コロナの影響からようやく回復の兆しが見え始めた中、自分たちも楽しめる施設を PR することでにぎわいを作り出したいと考えています。新屋島水族館はとても魅力的なところなので、ぜひいろんな人に知ってもらって、こうたくさんの人に来てほしいです。僕たちも一生懸命やってるんですけど、ああやって周りからそれも子どもたちが応援してくれることで後押しになるというか、一緒になって屋島を盛り上げていければなと思います。屋島を好きになってくれる人を一人でも増やしたい。児童たちが観光地屋島の未来を作ります。